兄ちゃん。はい、ということでこちらですね、ラジオネームガオーさんからいただいたこちらなんですけども、はいはい、こちらを二十歳になった誕生日に、はい、5歳年上の、子供の頃隣に住んでいた、はい、お兄ちゃんに言うと。子供の頃隣に住んでいたお兄ちゃんに。で、お兄ちゃんは12歳の時に引っ越しちゃったんですけど、二十歳になっ、向こうが25歳ぐらいになってまた偶然再会してます。お取引先とかにいたんでしょうね。好きなんですか？好きですね。確実に。確実に何年かずっと覚えてました。わかりました。っていう状態で。二十歳の女の子で。はい、わかりました。ガオさんのこちらのセリフ。それでは、カヨノさん。でも、かなり小柄だったりして、この子、きっと、周りから、絶対に二十歳に見られない。居酒屋さんの入り口で絶対に免許確かめられるタイプの人だと思って、やっていただきたいと思います。はい、それでは、カヨノさん、どうぞ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、私、もう子供じゃないんだよ。今のないんだよのところがもう必殺技だよね。あれウルトラマンだったら何かの光線が出ているところですよね。ないんだよ光線が今ないんだよ、ないんだよ光線出てます。ないんだよ光線はしかも電波を通じて AM 電波を通じてこれだけの人をなぎ倒してますよ今。ないんだよ光線で先生、そのないんだよ光線が今20歳のちょっと幼く見える女子バージョンだったじゃないですか、はい、これをすいません、本当に5歳の女の子は言ったらどうなるんですか？おー、はい、じゃあやってみます。5歳の女の子が本当に3歳ぐらい年上の8歳の男の子に向かって、はい、いう感じで言っていただきたいと思います、はい、それでは茅野さん5歳の少女でどうぞ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、私、もう子供じゃないんだよ。すいません、なんて言ったの。俺ですね、リアルに5歳の娘の親なんですけれども、リアルな5歳の娘よりも全然何かが理想的なんだけど、いいのかなこれ、いやすいません、だんだんわなわなしてきてるんですけど、カヨノさん。なんか足とかバタバタ、足とかバタバタしないと何かが逃がせなくなってますよね。